乗り合いバスの車両貸し切りバスの車両群馬中央バス株式会社は群馬県前橋市、高崎市を中心に乗り合いバス、貸し切りバス、旅行業を行うバス会社である。略称は中央バス、群中バス、主催旅行はオレンジツアーと呼称する。群馬県前橋、高崎地域のバスで利用できる群馬県共通バスカード群ネット加盟事業者。 1950年群馬バスより分かれて成立。1980年代より冷房車の導入や大型方向膜の採用など利便性向上を図っている。は、地域間感染系統として国の補助を受ける。スマーク伊勢崎系統を除き、元日は全線運休する。伊勢崎駅前にあったかつての伊勢崎営業所車庫。 チェアールバス関東から運行を自宅している新宿、本城、伊勢崎線で使用されている車両前橋営業所、所属者を中心に、車体広告者も多い2015年11月1日、現在の車両数は乗り合い27両、貸し切り36両。近年は、ノンステップバスの導入も進められているが、乗り合い車両の大半は三菱不走製の中古車両で、 京阪バスからの譲り受け者が最も多い。1990年頃まではバス窓の車両が多く見られ、特にセンターアンダーフロアエンジンバスの日の BT100 型は同社が使用した最後の事業者だった。また関東で最後と言われたモノコック車両も2007年春をもって全車廃車となっている。関東では数が少ないエアロスター系は多数が残っている。 乗り合い車のカラーリングは1980年代に制定されたもので、白地にイエローとグレーの細線が施されている。ただし、近年は車体広告車が多いため、オリジナルデザインの車両はほとんど見ることができない。以前は窓上がイエロー、倉下がホワイトの帯が入り、下半分はブルー、裾部分はレッドだったが、1992年頃に、 現行のカラーリングに変更されている。また、1980年代より大型方向膜への改造が行われた。貸切バスは自社発注車が多く、新車も積極的に導入されている。カラーリングは白地にオレンジ、車体側面中央に大きく、チオバスのロゴが施されている。2010年には韓国製のヒュンダイユニバースも購入した。 1957年、群馬中央バスは、草津温泉までのバス開設で、運輸大臣に、一般乗り合い旅客自動車運送事業の免許を申請した。同社は、第二次大戦後の混乱に乗じて経営権を乗っ取られた、群馬バスの創業者、岩崎半之助が、改めて設立した会社であり、群馬バスとは、法的紛争が絶えなかった。群馬バスの社長であった、 自民党議員の小暮武史太ゆは、この群馬中央バスの免許申請に対して、運輸省東京陸運局長の聴聞、運輸審議会に諮問における公聴会を通じて反対運動を行っていた。そして、自らが運輸大臣に任命されると、大臣として1961年6月に申請に対する却下処分を下した。さらには、 翌1962年1月に群馬バスが本県と同じ路線の免許申請を行った。これに対し、群馬中央バスが処分の取り消しを求めて東京地裁に出訴したところ、一審は運輸審議会での公聴会の手続きに不備があるとして処分を取り消した。控訴審の二審東京高裁では判断を覆した。最高裁。 第一小法廷も1975年請求を棄却したが、運輸審議会での審理の不備を指摘した。この事件は、行政手続きにおける、審議会の審議の手続きの可視が処分の取り消し自由にもなりうるという点で、行政法上重要な判例として残っている。テレビ番組、タモリクラブでは2011年3月4日に、解剖。 バス運賃箱という特集を放映し、刻印した紙でなく、プラスチック板を使用した、日本初のバス用整理券発行機を紹介した。番組中では使用具合の再現として、群馬中央バスの社名が入ったプラスチック板を使用した。ありがとうございます。